軍用929ボーイング929ジェットフォイルはボーイング社が設計した旅客機用の水上ジェット機の名称である。当初は軍事用に開発されたが1974年に旅客用が開発され1977年に日本に初導入された。旅客用はジェットフォイルという愛称を持つ。水中浴船としては全没浴型に属し、 翼がすべて水中にある。ガスタービンを動力とした、ウォータージェット推進である。停止時及び低速では、通常の船と同様、船体の浮力で浮いて航行し、低層と呼ばれる。速度が上がると翼に揚力が発生し、次第に船体が浮上し、離水、最終的には、翼だけで航行する、浴槽という状態になる。船体の安定は、 オートマティックコントロールシステムにより制御された翼の動力により行われる。進行方向を変える場合も動力を使うため航空機さながらに船体を内側に傾けながら旋回する。翼走状態では水面の波の影響を受けにくく、高速でも反没翼式水中翼船に比べ乗り心地が良い。翼は跳ね上げ式になっており、停止。 低速時の喫水を抑えることができる。また、反没翼型と異なり、船体左右への翼の張り出しもないため、特別の設備なしに港に着岸できる。また翼には、ショックアブソーバーがついており、材木など、多少の障害物への衝突に耐えることができる。姿勢制御は ACS と油圧アクチュエータに依存するので、推進用のタービンともども、 航空機並みのメンテナンスが必要である。航空機メーカーであるボーイングがその技術を水上に対して適用する研究を始めたのは1962年頃で、当初は軍事目的であった。1967年にパトロール用の小型艇トゥーカムカリが実用化された。これがベトナム戦争で有用であったため、その後、ナト o の依頼によりミサイル艇が開発された。 この時に929の型番となった。1974年に、その軍事用を元にして、旅客用が開発された。型番は929から100型となり、Z フォイルの名前もこの時付けられた。ボーイングとしては初期型929から100型を10隻、前方フォイール及び乗船口付近の改良を施した929から115、117型を13隻。 軍用の九百二十九から三百二十、九百二十九から百十九、九百二十九から百二十型五隻の合計二十八隻を製造した後、ライセンスを川崎重工業に提供し、1 9 8九年に日本製一号艇が就航した。現在は川崎重工に全面的に移管されており、川崎ジェットフォイル九百二十九の百十七として、 製造されている。川崎重工では1989年から1995年までに15隻が製造された。ボーイング、川崎重工の両社で旅客型として製造された Z ォイルは29隻に上る。同じくボーイングのライセンスをもとにイタリアのフィンカンティエリ社が建造して1983年に収益したイタリア海軍のスパルビエロ級ミサイル艇は 海上自衛隊の目を引き、住友重機械工業がライセンスを受けて1993年から1995年に1号型、ミサイル艇を3隻建造している。日本でのジェットフォイル初就航は1977年で、カーフェリーのみだった佐渡汽船の新潟港、佐渡四つ港間の定期航路に、おけさの名称で投入された。自社で整備、メンテナンスを行うため、 佐渡汽船の整備担当者はボーイングで長期研修を受けてメンテナンスのノウハウを学んだ。その後川崎重工が Z ホイルのライセンスを得た際には佐渡汽船からもメンテナンスノウハウの提供を受けている。また新潟佐渡航路の運航開始当初、新潟港が品野川の川口部にあるため水と共にゴミなどの異物、浮遊物を吸入して 運行不能となるトラブルが頻発したことから、ボーイングは急遽車内に対策チームを設け、吸入口に特殊な構造のグリルを設置する対策を講じた。これが走行して、異物吸入のトラブルは減少し、その後製造されたジェットフォイルの設計にも反映された。航路や船舶運用の詳細は各社項目などを参照。 翼装中は45ノットの高速航行を行うことから、クジラなどの海洋生物や流木などの海上浮遊物への衝突事故が多発している。水中翼は頑丈ではあるが、衝突により破損すると翼装ができなくなる。エンジンや電気系統などが損傷した場合は、航行不能となる事例も発生している。2002年1月に、神戸港関西国際空港間航路での 袋出発後に船底に穴が開き、沈没寸前に至る事故が発生している。原因は公表されていないが、当時は空港連絡橋が閉鎖されるほどの悪天候であった。この事故が直接の原因ではないが、同航路は慢性的な乗客低迷に伴い同年休止、廃業された。海上浮遊物への対策が取られているものの、衝突事故が数回起きている。 1992年と1995年には、新潟佐渡間航路で、2004年末頃からは、福岡富山間航路において、いずれも、クジラと見られる生物に衝突、全部水中翼が破損して、高速航行が不能になる事故が数回発生している。2006年4月9日には、薬島鹿児島間航路の里岬沖合で流木に衝突、 100名以上の重軽傷者を出す事故が起きている。このような事故後は、運航会社では、シートベルトを着用する養生客に促していた。特に、佐田岬沖の事故後は、国土交通省から事業者に対して見張りの強化や、シートベルトの着用を徹底するよう指導されている。日本国内における川崎重工業は、ライセンス取得当時に想定した需要に近い船会社、 航路に販売できたとしており、1995年以降、新造は行われていない。その後の航路開設、増便、機材更新は、中古艇の融通によってまかなわれている。運用中の初期建造艇は、就航から40年から35年を経過して、対応年数を迎えており、東海汽船は、1981年就航のセブンアイランド夢を代替する際、 新造船を希望したが実現せず、JR 九州が運航していた1994年就航のビイートル号を購入、セブンアイランド大量として2015年1月に就航させた。特殊な構造のため、建造には専用の生産設備と部品の供給が必要で、各種搭載機器、ウォータージェットシステムの供給メーカーの最小ロットが10機、すなわち5隻分となっているため、 川崎重工業は建造を再開する場合、最低でも5席程度の受注が必要としている。運行各社が単独でロットを満たすことは困難である。ため、共同発注も検討されているが、戦火の上昇と厳しい経営状況から実現していなかった。しかし2017年になって、東海汽船が25年ぶりに川崎重工に新造船を発注した。これは、 先令36年を迎える東海汽船のジェットフォイルセブンアイランド2次の代替を考えたもので数が集まらないと生産再開が難しいとされるウォータージェットシステムについては就航船の修理用として確保していたものを流用した建造費用は推進システムなどが従来と同等でありながら51億円と25年前に 比べてかなり高額になっているが、就航先の伊豆諸島は土砂災害や火山災害などのリスクを抱える地域であることから、Z フォイルが災害対応に有用と判断され、東京都から戦火の45%に当たる23億円の補助金がついた。また、同船外観のグラフィックデザインには2020年、東京オリンピックのエンブレムデザイナーでもあるところ、浅尾が起用された。 東海汽船では、この二次の代替で、ジェットフォイルの建造を終了するつもりはなく、さらに、セブンアイランドアイなどの後継船建造を進めたいという希望を持っており、佐渡汽船、JR 九州、九州優先、鹿児島商船など、今回の新造をきっかけにジェットフォイル運航各社が足並みを揃えられないかどうか、検討を求めている。一方で、川崎重工業も、当社は、 今後とも国内の離島航路をはじめとする高速海上交通の維持、発展のためジェットフォイルの建造に積極的に取り組んでいきます。との声明をホームページ上で発表している。通常の船舶は中国や韓国との価格競争が激しいため国内で建造する船舶をジェットフォイルなどの付加価値の高い船にシフトする方針もある。ありがとうございます。